皆さん、こんにちはもうすぐお正月だよ。いつもご視聴いただきありがとうございます。えー、神奈川県は川崎で開業しています。桜市会員の沢村です。えー、今日は出だしからテンション高いな。何があったのかと思われるかもしれませんが、えー、ついこの間、万、え、歳、ー、の M1 グランプリというイベントがありましたよね。 今回この M1 グランプリのグランドチャンピオンである西木小さんの向かっと左側でスキンヘッド白いスーツの目がギョロッとした長谷川さんが漫才のしょっぱなにする挨拶をちょっと真似てみました。西,西木小さんのお二人すごいですよね。えー、参加者過去最高の6017組のトップですから、まあいわば漫才界の金メダルを受賞したようなものですよね。 え、それにましてすごいのは、え、長谷川さんが50代、相方の渡辺さんが40代と、最年長のチャンピオンだということです。え、お二人ともよく長い間、下積み生活を頑張ってきたものですよね。 長谷川さんは芸歴27年と、えー、同期や後輩の芸人さんがボレイクする中、腐らずよく夢を諦めなかったですよね。まあ、まさしく、ドリームズカムトゥルーを字で言った方たちです、えー。中高年の希望の星ですよね。そこで今回は、錦鯉さん、特に長谷川さんについてお話ししたいと思います、えー。この長谷川さんのギャグの一つに、キャラメールは銀馬道路坊っていうのがあります。このギャグ、えー キャラメル等を作ってる製菓会社さんには申し訳ないですが、あー、歯科医師会等のスローガンにしたくしたいくらいよくできてますよね。ほんと銀歯キャラメル持ってかれます、えー、銀歯だけじゃなくて、金歯もセラミックの歯も全部持ってかれます。えー、口にキャラメルを入れて噛んだ時まあ、潰れて。まあその瞬間に口の中の詰め物かぶせ物につく粘着力。ほんとすごいです。強いです。 我々司会がです、ね、歯科医が詰め物かぶせ物をですねセットする時の、えー、調整時ですね歯から取れなくなることがあるんですよその歯が取れなくなった場合同様のやり方で、えー、外す方法もあるくらいですからあもちろんですねキャラメルに似た材料を使いますけどもね、えー、かなりキャラメルの粘着力歯への反発力強いんです。 意外して硬いキャラメルよりも、えー、柔らかいものの方がですね、取れやすいようで、えー、よくですね、お子さんで、まあ、つべものかぶせもの、まあ、合わせて補鉄物と言いますけど、が取れるのが、あ大きな声では言えませんが、うん、えー、森永聖菓さんの、まあ、もちろん森永聖菓さんへの、えー、対話ないのですが、えー、配注です。 これがまたいい味なんで親御さんも食べちゃうんですかね親御さんのお手つぶつ取れる原因配い食べて取れるということ多いですえ次にチョコレートでコーティングされたチョコボールキャラメル味とかあ,あとは藤ヤのメルキー,えースニッカーズみたいなチョコバー外国製のチョコの中にキャラメル,キャラメルがですね え、フィリング、中に入れられているものは、ホテス物持っていかれやすいです。私の場合はですね、えー、大学芋の表面に工程されていた水飴。ま、あこれも要注意ですね。えー、水飴にホテス物持っていかれました。 えー、取れた患者さんのお話をまとめてみますと噛んだとき、まあ、奥歯、えー、小休止、大休止が多いと思いますけどもくちゃっと潰れて口を開けたとき、ね、歯が開けづらくワンテンポ遅れて開くよな食べ物、まあ、フランスパン、菓子パン類もね、えー、注意された方がいいと思います。えー、パン類ははででですすね、ね大きな塊ではな塊くです、ね 小さくしてちょっとちぎって食べるっていった工夫をキャラメルはなるべく食べない方がいいんですけどもしお食べになるのなら噛まずに、えー、ベロの上で転がすように舐めて溶けてから飲み込むようにしてみてはいかがでしょうか、えー、次にですね この長谷川さん、歯が8本。M1 優勝後は10本ないとお話しされていましたけど、これは多分相方の渡辺さんが2本ないということなので、まあお二人合わせて10本ないのだと思いますけども、8本以上歯がないんだそうです。なんでも歯が虫歯であってもですね、あの、お金がないので、えー、歯医者さんに行かず、 自販薬をを塗っってて歯だだまましし使いたそうです、まあ、そうしたところ歯がボロボロになって降りてきたんでし、まあ、仕方なく歯医者さんに駆け込んだそうなんですしかし法外度が高く、まあ、いわゆる C4 用の状態だったのでしょうか歯となり何本か抜きそれを繰り返し6本目の歯がなくなった時は、まあ、入れ歯を入れるためだと思うんですけど歯医者さんで、えーまあ、歯の型を取りですね 肩、えー型まあ、印象剤を撤去するとき、歯が印象剤についてきて、一緒に取れちゃったそうなんですよ。肩、えー、取りと一緒にですね歯がついてくる状態は、歯、ま、周、あ、病がかなり進んでいて、P の4、まあ、末期にどちらにしてもあの残せない状態だったと思います。そして8本目は、ですねライブの最中、お母さんというセリフを言ったとき、ね、上の奥歯が口から飛んだそうです。 まあ、コロナ禍だったのでソーシャルディスタンスということでお客さんとの間に、えー、アクリル板があったため、えー、アクリル板にです、ね、歯が立って自分に跳ね返って戻ってきた。 ので、お客様にはあ、迷惑にならなかったそうですが、まあ、お口の中はですね、かなり悪いように思います。えー、下の歯の奥歯が、えー、6本ないとお話されていたので、あと最低2本は上の歯ということなのでしょうが、えー、上の歯があったとしても、奥歯がね、上の奥歯があったとしても、えー、下の歯の ついとなる奥歯がないんで、食べ物を噛むことはかなり厳しいです。えー、長谷川さんが、えー、そのことについて、えー、番組にコメントをしていましたけど、ほとんど丸飲みだそうで、えー、唐揚げなど大きい塊のものは一回手でほぐして、まあ手でまずですね、まあ咀嚼してからっていうんですかね、口に入れて丸飲みするんだそうです。大体のものはですね、食べれるそうで、せんべいなどは口の中で、えー 唾液でよくふやかして歯のない死肉、えー、土手の部分をうまく使ってお餅をつくようにして食べているそうです、えー、しかし軟骨の唐揚げはあ、まあ、それでも必ず食べないそうです、まあ、長谷川さんが出ている番組でお口の中をよく観察してみると上下のですね前歯だけはあるようですけど前歯は食べ物をかみ狂う仕事をメインにしているので上下の歯が交差していますまた奥歯,を奥歯は 食べ物を噛み砕くためですね上下垂直になっています長谷川さんの場合奥歯がない分噛み砕くですね運動も前歯で代償して使っているので下の前歯が上の前歯を突き上げたりグラグついていたりですね隣の歯同士の歯が広がったりしてきているようですし、まあ、以前から多分あるですね えー、死病がプラスされて、残っている歯にかなり負担がかかっているように見受けられます。えー、奥歯がない人でも、えー、食べれるグルメという番組で、馬刺しを、えー、食感を楽しまずいや、楽しめず丸飲みしていました。えー、飲み込みやすいさ、第一位とおっしゃってました。しかしですね、えー、バーニアカウダーでは、 野菜が、まあ、繊維があることもあってでしょうか、食べづらいのか、まずは前歯でゆっくりと髪、えー、切りつつですね、口元を尖らせて、前歯とベロをです、ね、使って食べていらっしゃいました。そしてアヒージョでは、えー、付け合わせのフランスパンをアヒージョのスープ、汁にかなりつけてふやかして、まあ、ご本人曰くく、えー、前歯が持っていかれないようにと、まあ、抜けないようにですね、 して苦労して食べられていました。まあ一般的に歯が8本なくなるのは60から七0歳以内なので、まあ長谷川さんの年齢で歯が8本以上ないのはちょっと早いと言えそうです。え、言えそうですし、えー、食べ物をですね、ほとんど丸飲みにしているので、内臓胃腸に負担がかなりかかっているようで心配です。また相方の渡辺さんもおっしゃっていましたけども、えー 歯がなくなると発音滑舌が悪くなります。えー、長谷川さんも歯は大切だよとおっしゃっており、えー、長谷川さんを反面教師として捉えてですね、えー、歯にトラブルがあったらすぐ歯科を受診されてみてはいかがでしょうか。えー、長谷川、なお長谷川さんもですね、えー、田村淳さんの MC の番組で、歯は治療に行きますと、治しに行きますとおっしゃっていたのが救いです。以上です。えー、お口と歯のことで何か、 お悩みの方は、遠いにご相談ください。連絡先は概要欄に記載しております。皆さん、ご自分の歯、大切にされていますか本日も最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます、えー。動画アップのモチベーションを維持するために、皆さんの温かい応援、チャンネル登録、並び、いいねマークのワンプッシュいただけると幸いです。よろしくお願いします。